はい、どうぞ、こんにちは、おち TV です。今回もウィニングレバープリン2018やっていきましょう。ということで、今回はガチャ、見ていこうと思うんですけど、ベストオブペス2018ということでですね、まあ、このガチャ、中身は結構豪華ですし、確率的にもまあ5回に1回、なるほど、あの、黒玉、来ますし、ただ、金の選手もね、あの、もう本当にいい選手ばっかり。そうだね。さすが、感謝の気持ちを込めたガチャという感じなんですが、まあ、無課金の人、引いた方がいいですかとかね、無課金でもねコインの溜まってる量によると思います。例えばコインが8000コインとか、すごい溜まってるんだったら10回ぐらい引いても、まあ、俺はいいと思う、あとは好みになってくるんで、そうだ、ただその来作に向けて出てくる強力な選手をゲットできる FP ガチャ、アプリではどういう方式になるか分かんないですけど、そこの資金源として取っておきたいなっていう考えてる人は引かなくても、ね、まあ、今結構黒角2個来るしさ、そうだ、ね、考えてみれば黒角2個来るし、イベントとかでもガチャ来るからね、このガチャを無理して引くっていうこともないのかなといった感じもするんですけど、おもちゃ TV 的にはですね、この銀の選手でバリオス、まずとつってないんで、ゴロビンとバリオス、この選手はね本当に当たった方、バリオス、銀の選手バリオスね、ちょっとマックスの総合値出しておきますわ、バリオスとかこれね、ほんと捨てない方がいい、あの、もう絶対に、例えば引いたら取っといた方がいいですね。バリオスとゴロビンはライブアップデートの時やれる範囲も結構広いんだよね、バリオス、ゴロビンは間違いなく2019で、そうですね、なんでトレーナーにしちゃ絶対ダメということだけ覚えておいて、ちょっと行きましょうか、行きましょうか、20回引いてみてどれぐらい出るか、ちょっとまあそこら辺参考にしといてください。さあ、どうやさ、一発目から黒が、来ない、まあ金、金でも期待できるよ。あ、ロマニョーリじゃん。この選手 FP できますね。FP マジ強いんだよね。あの、だから待って、でも金でも多分育つんじゃない、そう、育つんだよね、22って。どうする、ロマニョーリ、あー強そうだ。足はね、でも足だって別に5ずつあるから76と75だって、これちなみにあれだもん、あの2019でほら能力値がさ変動するっていうか、変わるから取れないしちゃう、まあもう満杯だもん、入らねえもん。まあそうだな、 FP で期待だな。そうだ、この辺の選手はですね、やっぱ FP でまあゲットできればいいかな。でもあの普通だったら取っといてもいいと思います。そうだ、ね、いや全然いい、おい、ずれるかい、ずれんのか、おい、おい、お、早い、2回目来た、よいしょ、キッおいしょ、久々に聞いたな、うん、なんだその声、それぞれの選手の鳴き声でしょ。強いよね、警備にはもう、本当に、間違い、あの、無課金でもね、大変お世話になってる、選手ですね。瞬発力がちょっと気になるんだけど、まあでも、ライン低い監督で、そうだね、あの、頑張ろうって感じですね。本枠だと何レベルになってんだろうね。あのね、30ぐらいかな、確か、ちょっと。あ、なるほど。TMB に多分キックヘビとエジキになるんで、ね、ああ、はい、はい、ちょっと待って、2連続トゥートゥー、あ、結構でもなんか当たる感じになってる、うえ、ゴディン、あ、30だったもん、ゴディン下目、ゴディン30、あ、マジで、そう、これリシーマックスやってます。ゴディンもね、あのなんか 2019PSO なんですけど、あのなんかそんなにね、スピードが遅い選手が、スピードが遅いセンターバックが活躍できないかっていうとそうでもなくてね、そうそうそう、別にあのゴディンとかそれも使ってる人いますね。いや、いるいる、コンパニーとかもいるし、全然KDになっているしさ、やっぱほんとラインちょっと低い監督を選べば活躍できる。さあ2連続来てますね。そうだな、3連チャンあるのか、ここはさすがに金か、はい、あいしょ、あ、コバチッチ、コバチッチ、ね、この選手はよう来るわ。まああのもう出されましたけどね、だいぶ前、モドリッチ、ね、だいぶ前というかもう出されましたけどね、モドちゃんがバック、さあどうや、さあ、さあ、金、銀が来ないね、全然来ない、銀が来ない、銀が欲しいんだよ、見るな、見るな、見るなね、やれる範囲めちゃめちゃ広いよね。だからこういう選手、これさ、ポジション取るやつ使えたら全部やれんじゃん。たださ、そのあれなんだよね、どこにつくか分かんないって怖さがあるんだよ、ね、全部つきちゃう。だから PS4 の場合だと、あのポジショントレーナーつくのってこの薄い中のどれか一つがランダムにつくんですよ、1個入れると。8個つければ全部、8個も使えないでしょ、ミルナーに。ミルナーだけにお前ほんと人生かけてる感じになっちゃうからね。すごいよね、でも逆に、やつつけたら、まあそんだけファンの人が親類の方とかね、そう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 、そういうレベルになってくるよ、それは絶対使うんだ、ね、あーいしょ、おい、待って、これ何回で、5回中3回ぐらい来た、5回中3回ぐらい来てるもん。これはもう引かせに来てるから、運営、ちょっとボーナスで俺らを感謝の気持ちじゃない、でもクラフクラフないんだよな、そこの感謝の気持ち、あー絶
go。 まあ1000級のあれはまだね、ゴディン、まあ、キーディン、来てないな。ジェコ、うん、ジェコも FP、 FP で来たっけな、ジェコって。いやー、あえてね、ローマの時に、ローマガチャの時にいたような気がするっていうぐらいの感じかな。 うん、そんなに使ってる人は見たことないかな、 PS4 では。いないね、いないね、全然。アプリではいるよね、でもね、たまにいますね。全然銀来ないやん。ちょっと金、おお、ファイン大工さん、ちょっとめっちゃ当たり。お前、まあ、この本赤でね、うん、まあ確かに、だから覚悟を決めて無課金赤で引いた時、このファンダイクが当たったらもう叫ぶけどさ、やばいよね、強いよね。まあ、18のアプリだと、そんなに、うん、やっぱクリバリ、マンドラス、バラン、うん、まあ、ここがすごいあれだったんで、もうファンダイク使う人っていうのは多分あんまりなかったと思うんですけど、19増えるだろうね。19で黒に昇格したことによってかなり強くなってるんで。本当だって PS4 でファンダイク使ってますもんね、うん、全然使う。これは結構入れちゃう。あ、ちょっと、プープーね、このラッパよ、ラッパよ、ラッパのプープー。え、ちょっとおかしいな、銀全然来ねえよ。本当だよね、やべえよこれ。ファンダイク実質黒だよ。マリオスとかが欲しいっつってんのに、ティボー。え、クルトワのことティボーっつってたの俺たちだけだぞ。なんかハリボーってグミあるよ。それの足みたいな感じで。ティボーっていうグミ欲しいでしょ。クルトワのマークのグミな。顔だけね。いやー、でっかいよね。シュミットにも頑張ってほしいな。いやー、だからね、まあ、クルトワは、まあ、これ個人的ですけど、なんかアプリだと一番キャッチングがいいというか。なるほど。本家とかはバスッと止めるような気がするんだけど、俺は。あ、銀来たよ。ついに来た。バリオスだ。はあ。しゃ。ダルミアン。なんか水から出たみたいな。そう、前も来たね。さあ、銀がなかなか来ないという非常事態に陥って、まあでも、うん、そうか、割合的にはもうだって黒と銀、金合わせたらさ、もう半分以上占めちゃう。そう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 。銀はなかなか逆に、これ何個来た。やべえ、祭りかい。ポグ、ポグって、だいたいさ、なんかさ、ポグバってさ、無料ガチャとかで来るイメージない？来るイメージある。なんか俺のアカウントでも来たし、うん、お前の方のやつでも無料ガチャで来たよね。ポグバってなんか無料ガチャから出るようなイメージが勝手にあるわ。確かに、うん、まあ優秀だよね、強い。まあただちょっと19だとね。いや、待って、あれなんだけど、待って、これ10連でなんて来た今。だってもう30、10連に1、2、3、4、5、半分来てるやん。半分来てるじゃん。怖い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 。10連で5体来てる。ベッカム出せ、ベッカム、ベッカムな。はい、ベッカム来ないよ。お、バリオス、ゴロビ、バリオス、よっしゃ、ホールディ。あ、待って、年見ないの。若い選手ね、育つんですよね。今度からそのレベル上限がその各選手に違うから、銀の選手とかも本当に、そうだね、そう、育てると本当に銀の方に行くんだね。あ、カスマシマイケルじゃん、はい、結構金で優秀だよね、総合値高いしね。こういうのを無課金赤で欲しかったな。うん、まあ、そうなんだけどね。はい。悪くはないけど。さあ、ここで銀とかさすがにちょっと固まってくるかな。まあそうだね、今2回引いて銀。マラドーナとか、確かにここで当てられるとね、持ってない人はでかいだろうなって思いますけど。そうそうそう、あ、銀、まの横に、はい。よいしょ。チョルルか。チョルルか、2勝6。クロアチア192。すごい。センターバックで来た。ああ、なるほどね。銀で公安7は結構ありがたいですね。ありがたい、ありがたい、ありがたい。バリオスがめっちゃいいところも、公安が7なんだよね。そうそうそう。すごいよね。あんだけ能力高くて銀で、公安7っていう。誰だ、はい、おー、ルーティガー。ルーティガーも超強いわ。レベル価値52かな。まあ、だからこれ黒のボアテング持ってないし、リティが結構買い効くんじゃないかなと思うんだけど、個人的に。そうだね、俺もね、リティが欲しいわ。同じぐらいの身長だしさ、うん、PSO でも初期の方使ってましたね。いやいや、まあ、今はあんまりね、もう FP が出てくるとっていう感じになってくるんですけどね、うん、おい、ボルビー、バリー、おお、ジェルビーの確かあるんだよね。さあ、どうですか。この選手さ、一気に黒からギームが出したんだっけ、確か。なんかギュンってなったよね。いやー、ちょっと一転してやっぱ静かだったね。そうね、5回引いてまだゼロです。うん、
さあどう？キックの時すごかったね。まあさすがにな、さすがにきすぎ。あれれれれれれれ、はい、黒。お、実質黒、実質黒。ダブルフェキール。実質黒。フェキールはね、全体的にマジでレベルが高い。既存で使うと強いよね。まあこの多分あと2週間か、だからそのがっつり、はい、もしかしたら10日ぐらいからさ、ほら 3日間のメンテとか入りそうじゃん。あ、まさに。だからそれまでになんとかそのトレーナーパクパクさせて、うん、チーム力更新させたいな。はい、イルミロサーノ。ロサーノ強いね。この前 FP 最強、2回ぐらい来たよね、この選手は。 FP 選手で、 FP 選手で選手選手になっちゃうけど、 FP 選手、この人は結構使ってる人多いですよね。うん、FP は使ってる人めっちゃ多いよ、ロサーノ。強いんだよな。強い、めっちゃ強い。なんか FP になっても、あれみたいな人と、すごい強くなったなって。えぇー、どこラパンパイェーイイェーイ万歳形式。万歳。誰かなぁ。ライナって欲しかったね。まあそうだね。ライって何人だ、うわぁ、にっこりすごいね、ベンゼマの俺、その潜在写真というか、ベンゼマのそのウィーレの写真が一番好きだな。あ、ベンちゃん。うん、ウィーニングで。あんな屈託のない少年みたいな笑顔できるか、お前。なんか、おばあちゃんからお小遣いもらって、あんなに笑顔してたよ、俺、子供の時。ベンちゃん。あんな屈託のない笑顔、なかなか出せないよ。ベンちゃんか。目に一点の曇りもなかったよね。まあね。うん。あ、雷。金か、多いね。どうですか、優秀っちゃ優秀なんだよね、めちゃ。でもそんなに使ってることないよね。そうだ、あんまね、だから悪くはないんですけど、やっぱ金でね、アスピリ、クリバリ、マノラス、バラン、バイリー、パパスタスプーロスとか、もうね、優秀なあれが多すぎたからね。あ、なるほど。18の場合そこまで回ってこなかったと。リティガーもそうだしさ、いるよね、めちゃめちゃ。なるほどね。ファンダイクとかもいるしね。はい、あ、なんだ、バリボルなかなかここら辺が、いやここら辺も鬼畜だったね。うまそうだね。俺たちにとっちゃバリオスとかの方がすごい嬉しいから。そうだね、欲しいからね。うん、バリオスゴロキなきゃ取るわ取り切るわ。取ってないんだよね。あ、うん、あ、終わっちゃった。危ない危ない。ということで、これ何回、結局でもあと2回ぐらいプラスして7回ぐらい来たの。7人ぐらい来た。20連でポグはキエルリーに、クルトワ、ゴディン、ベンちゃんで、ジェコ6人だから、この10連ではベンチャーじゃ来なかった。いやでもあの笑顔プライスレスでしょ完全に、まあ、価値のつけようがないですよ、うん、ね、2500円の価値あるよね。はい、あ、こんな感じですよ。素晴らしい。ただあの金でですね、あの普通に、ナビル・フェキールとファンダイクだよね。ああ、ディスクロだよね。黒昇格、あの2019でする選手が来てるんで、やっぱりこのガチャ普通に有能。ただだからあれだね、今回だとさ、やっぱみんな始めたばっかりで、もし課金するんだったらやっぱ一番上の選手欲しいじゃん。そうあのこんな感じか、来たな。ライが鳴って欲しかったな。そうだね。で、雷選手がですね、一応、まあ、マラドーナ、ロナウド、メッシ、スアレス、ネイマール、グリーズマン、ベイルなんで7人、まあ、いるんで、結構雷鳴る確率も高いと。そうだね、まあ、言った感じにはなっているんで、うん、まあこれね、まあ、普通にこの機会に結構あの課金できる人は課金してもいいんじゃないかな。あの、そうだね、もしウィニングイレブン2019から始めようっていう人だったりとか、うん、でその中で課金はまあでも普通にできますよみたいな人だったら、うん、このボックスさえね、最初押さえておくと19ね、あの要はそんなに、うん、あのかなりスタートダッシュ切れるんで、これ結構おすすめなんじゃないかなと。クリバリマナラしっかりいるしさ。ただ無課金の場合だとこの結果を見ちゃうとさ、うん、だってこれ一応5000マイクラ分回してますね。そうだよね、だからそれ見ちゃうとやっぱ無課金はちょっと我慢みたいなこともある、まあ、最初みたいに俺たちみたいに最初の10連で上振れることもある。 5人来ちゃったみたいな、まあそうだね、こともあるんで、ただ逆に言うとやっぱりその10連以降が1体しか来てないんでっていうのもあるんで、まあこれ一つ参考程度にね、あの見ていただければいいかなというふうに思います、はい、ということでましょう。さらっぽー。